こんにちは。なんか2回目いきなり呼ばれましたけど、麦わらのゆうたさんにどうしたんですか今日は。ようやくなんかジムのコンセプトがね決まったから。はいはいはい、うん、あ確かになんか軽くこの間なんかそのフィットネスとかなんかやるみたいなの聞いたんですけど、あ具体的に決まったんですね。そうそうそう。ちなみにまあ今だから、ね、昼間とかもなんだろう地域貢献っていうか、まあ、そんなようなことをやってるんだけど、ほいほいほい、山チェンシとかでね、はい、で、まあ、その流れで、まあ、イベントとか、ほいほい、イベントとかもやって格闘技イベントとかもやってるんだけど、まあ、その中でやっぱ子供たちとかと触れ合う機会が多くて、うん、やっぱそういう子供たち見てるとやっぱ自分でもねなんかいっぱい子供たちも来てもらいたいし、ほいほい、ただ習い事とかいっぱいやってるじゃん。今すごいですよね、学校終わったらすごい忙しそうにしてますよね、うん、だからね、なんかそういう子たちでもさ、なんか、まあ、格闘技ちょっと経験してもらいたいから、ほいほい、そう、月謝もね、まあいろんなやってたら高いしさ、そしたらうちのジムは子供たち向けにちょっと安くやらせてあげれたらね、いい経験ができるのかなと思うんだけど、ね、おいいですね、うん、確かにちょっと格闘技って少し、ね、あのメジャーのサッカーとか野球とかというよりは少し遠いところにありますもんね。そうだよね。なるほどなるほど、少し知ってもらうってもいいかもしれないですね。そう、なんかまあ それでお山が盛り上がればいいかなと。おどうすんのこのジムから天使みたいなすごいのが出ちゃったら。あーやばいっすね、うん、確かにね、天心、那須川天心選手って幼稚園から空手やってますもんね。あそんな若い時からやってる。そうそうそう、もうずっとあの空手から始まってこう多分中学生ぐらいにキックボクシングに転向して、うーん確かにすごいですよね、そうやって身近なところに、ね、多分お父さんが空手やってたのかな、まあ、ちょっと分かんないですけどすごいですよね、確かにそこから今やボクシングに転向して時の人ですもんね。そうだよね、小山からそんなスターが出たら最高だし。ああいいですね、このジムから出たら余計嬉しいしね。確かにそうですね、だからまあそういうチャンスを作ってあげたいからって感じかな。なるほどですね、でもすごいですね、子どもの列車、まあね、まだ、ね、何も外壁が塗り終わっただけで、うん、まだまだ具体的なあれができててないですけど、ね、確かに安くできたら。そうだね、来てくれ、まあね、やりたいって子もいるだろうし、でもお金がちょっと厳しいからちょっと我慢しようかなっていう子供たちもいるだろうから。なるほど、え、大丈夫なんですか、うん、その経営的な。経営はちょっと厳しいね、まあまあ、そう考えると、まあ厳しいんだけどね、厳しいからね、なんだっけ、クラウドファンディングとか。はい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 、それをちょっとやってみようかなとは思って。あなるほどですね、これでもちょっと言ってましたよね、うん、それやんないとちょっとまあお金ね結構設備費用が結構いくから、はい、ちょっとやってみようかなと、うん、なるほどですね、確かに後ろになんかいっぱい今やってる、うん、これあれですよね、行って、まあ、行っていいんだと思いますけど、ご自身で塗られてますよね。そう。でも綺麗に塗れたでしょ。いやすごい綺麗だと思いますよ。いや本当に業者さんが入ったのかなって思うぐらい。頑張ったんだよね結構。なんか麦わらさんとお友達みたいな人でこうやってましたよ。うん、先輩手伝ってます。先輩のことですね。抑えるとこは抑えてなんですね。まあ、本当抑えていかないと厳しいよね。なるほどでございます。わかりました、じゃあクラウドファンディング成功に向けて、最後成功に向けて、はい、何
なんか一言皆さんに。もうちょっとこれから頑張っていくんで、ファンディングの方も、チームの方もよろしくお願いします。おーす。